クラスノゴルスクの首相クラスノゴルスクは、ロシアのモスクワ州中部にある都市、クラスノゴルスク地区の中心都市である。人口は2007年時点で98,900人ほど、2002年国勢調査で92,545人。首都モスクワの北西の境界に接しており、モスクワ市との間には、モスクワ環状道路が走っている。 モスクワ市中心部からは2 5トルほど、丘側の支流モスクワ側に沿う。最寄りの町は、ヒムキとデドーフスクで、それぞれ1 5トルほど離れている。ゾルキや、ゼニットなどのカメラを生産した、カメラメーカー、工学機器メーカーの SA ズベイレフ記念、クラスノゴールスク工場は、クラスノゴールスクを本社としており、市の紋章には、レンズ特設する光と、 市の名前に基づく赤い山形が描かれている。クラスノゴルスクのオプチコフ広場とレニン像。広報は SA ズベーレフ記念クラスノゴルスク工場の建物 SA ズベーレフ記念クラスノゴルスク工場の建設クラスノゴルスクのある場所には、バニキ、パフシのチェルネボなど19世紀以来のモスクワの近郊農村がいくつかあり、19世紀後半から繊維工場が立ち始め、 労働者が集まり始めた。10月革命後は、企業は国有化された上に、モスクワ市内に移転し、労働者は減ったが、その後の1927年、リガにあったカールツァイスの子会社を前身とする、ポドリスキー機械工場がこの地に工場を開いた。1931年には、ソ連最大の工学機器工場と、その労働者団地を建設するという計画が認可され、 1932年4月10日に、村落が合併して、都市型集落、クラスノゴルスクとなった。1930年代後半には、都市基盤整備が進み、工学機器工場の建設やモスクワ地下鉄の建設に、コンクリートを提供する、大型コンクリート工場も、盛んに創業した。1940年に死となった。第二次世界大戦のうち、 1941年後半に展開されたモスクワの戦いではドイツ軍はクラスノゴルスクの郊外にまで迫り工学危機器工場は戦いを避けて疎開したドイツ軍撤退後の1942年2月には工場は再開している1940年代には世界各国の共産主義者が学んだ反ファシスト中央学校がクラスノゴルスクに置かれていた 戦中には、ドイツ軍の捕虜収容所がクラスノゴルスクに置かれ、参謀本部情報局の管理下で、政治的エリートを収容する特別な収容所がルニョボに置かれた。1943年7月12日には、自由ドイツ国民委員会が、同年9月には、ドイツ商工同盟がルニョボ収容所で、ソ連の講演により結成されている。戦後は、ドイツ軍に加えて、 日本軍やポーランド人の捕虜も連行されてきた。戦後のクラスノゴルスクの復興や不足する住宅、工場の建設には多くの捕虜が関わっている。ソ連が連行したドイツの v にロケットの技術者とその家族もクラスノゴルスクに住んでいた。 都市は戦後拡大し、2004年にも、周囲の村落などを併合している。1994年には、ロシア発の18ホールのゴルフ場、モスクワカントリークラブが完成している。地下鉄、ミャキニの駅、クラスノゴルスクには、M 9幹線道路が通るほか、モスクワからリガに向かう鉄道も通る。モスクワ地下鉄のアルバーツコポクローフスカヤ線は2009年に、 西方に延伸した。そのうち一部がクラスノゴルスク市内を走り、ミヤキニの駅はクラスノゴルスク市内にある。この駅はモスクワ市外に初めて開設された地下鉄駅であった。クラスノゴルスクの公園、クラスノゴルスクはカメラメーカー、工学機器メーカーの SA ズベイレフ記念、クラスノゴルスク工場の本社所在地で、 民生品の他軍用の工学機器を多数作ってきた。その他、建材業、食品工業などの工場がクラスノゴルスクに立地している。ありがとうございます。